大砲は例の実験以来姿を隠している。もう何年も誰もその姿を見ていない。人を通して指示だけが飛んでくる。お前だけだ、ビッグボスと接触するために彼に直接会ったの。どこにいるか教えてくれ。サイファーゼロが今どこなのか。私は自分で選ぶことを知らない。住む場所、喋る言葉、自分で決める自由など一度もなかった。だがお前は今自由だ。お前の好きにしていい。ビッグボスは助かる。希望は持てる。本当にゼロを殺してくれる。お前のためではない。キッチン、デスアベニュー、あるアパートで治療を続けている。うん、少佐には居心地のいい場所ではない。ゼロは体を悪くして動くことができなかった。だから私が呼ばれたの。一見バラバラに見えるアパートの住人、40世帯は全てサイファーに派遣されていた。10年かけて住人を入れ替えた。彼は世界中にこんな場所を持っている。人を隠すなら人の中か。ゼロは最上階にいた。窓も扉もない。エレベーターも続いていない。存在しないフロア。唯一702号室の壁にある専用の階段だけが部屋に通じていた。対戦中のやり方だ。建物ごと作り物とはまあ、分からない。多くの人が日常的に出入りをしている。でもそれは全部関係者。アパートが丸ごと変わらない日常に擬態していた。柄の悪い連中が出入りしているっていう噂で部外者はほとんど入ってこなかった。多くのスタッフはいざという時の警備を任されているだけ。自分たちが何を守っているのか本当のことは教えられていない。人間と物、電話回線、上下水道やライフライン、全ての出入りが遠隔から監視されている。衛星とカメラ、内側と外側から。非常時には閉鎖された用水路を通ってハドソン川から踏みに出られる。でも傍目にはありふれた平凡な人間の日常があるだけ。完全な期待。怪しまれないことが一番の安全保障ということか。大胆な少佐らしい冗談だ。誰も気にしなければ人一人隠すのはたやすい。つまりひとたび知ってしまえば入り込む手段はいくらでもあるということだ。
情報の流出を恐れるあまり当事者たちにも詳しいことはわからない。無知ゆえの隙間、ニードトゥーノーの脆弱、落とし穴が見えているなら避けて進むことは簡単だ。ゼロが憎いのね。憎い？彼はこの私を見捨てなかった。恩人だ。だからこそ私はこの途方もない恩を調査に返さなければならない。だが君が本当に聞きたいのはそうじゃないな。私はビッグボスが憎いかだ。うん。いや憎くない。確かにもっと感謝されてもいいとは思うが、彼は私のことを知りもしないだろう。だからといって私が彼を憎む理由はない。私はゼロへ報復する。これは憎しみや恨み、個人的な情ではない。煮えたぎった溶岩もやがては冷える。だがそれは山となり大地となる。水蒸気は雨と落ち、川を作り海へ注ぐ。そこには自然の断りが生まれる。私はもうその循環の一部なのだ。ゼロもお前も。ビッグボスも。やめて。逆らうことも避けることもできない。殺さないで。私には無理だ。ビッグボスも助けて。いいぞ。お願い。もっと威力を抑えろ。はい、旺盛だった。